こんばんは。7月12日水曜日のバッハプラザです。厳しい暑さが続いていますね。今日は東京都八王子市で最高気温 39.1 度を観測。39度以上が観測されたのは今年全国で初めてとのことです。埼玉県内は39度には届かなかったものの、37度を超えたところもあったようです。そんな今日は県内公営競技の開催はありませんでした。ただ明日から川口オートが開幕ということで、今晩のバッハプラザは川口オートについてたっぷりとお伝えする30分間です。それでは参りましょう。川口オートのコーナーは中かなちゃんこと中野かな子さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、川口オートは明日から夏の祭典、川口市制志向90周年 G1 第47回日刊スポーツキューポラ杯が5日間にわたって行われますが、中かなちゃん、もしやその T シャツは。そうなんです、キューポラ杯の T シャツを着てきました。かわいい、おしゃれなデザインですね。そうですね、やっぱりロゴがですね、川口の暑い夏を彩る、まあ、選手たちということで、炎の中に選手が描かれております。はい、今年のキューポラ杯、どんなことに期待しますか？そうですね、やっぱり選手がすごく豪華で、今回ロッカーにいましたけれども、やっぱり皆さんすごく一生懸命整備されたりだとか、練習に行かれる姿が目立ちました。それでは明日出走される選手にインタビューしてきましたので、こちらをどうぞ。前節川口のレースでしたけれども、振り返ってみていかがでしたか？はい、一節間通して車の方は良かったと思います。どの辺が乗ってていいなと思いましたか？そうですね、後半2日間はちょっと着の方はあんま良くなかったんですけど、前半2日間はすごい熱走路の中でも追い上げられたんで、進む感じがかなりいいと思います。今節はどの辺を求めて整備していきますか？前回も良かったんですけど、やっぱこうレベルの高い大会になってくるんで、もう一つ上を目指してパーツ交換もしました。今いいタイヤはありますか？もうこの大会に向けて準備してきたんで、出し惜しみなくタイヤも使っていきたいと思います。直近スタートのキレいかがでしょうか？ちょっとフライングがあるんでタイミングは攻められないんですけど、攻められない中でもキレの方は悪くないと思います。まあ、今節がですね、地元の G1 となりますけれども、はい、意気込みの方いかがですか？キューポラ杯はもうお客さんで見てる時から憧れの大会だったんで、活躍して、いい大会にしたいです。それでは最後にファンの皆様にメッセージお願いします。明日からも、熱いレースをして、やる気元気水木で真剣勝負したいと思います。応援よろしくお願いします。前節 G2 のミッドナイトチャンピオンカップという質問でされましたけれども、はい、振り返ってみていかがでしたか？そうですね、やっぱり川口とは違くて、セッティングやったりとかいろいろ苦戦しました。はい、もう直近川口では2節連続で優勝されていますし、はい、川口との相性はもうかなりいい感じになってきてますかね？そうですね、6月はすごい良かったと思います。はい、あと1勝で300勝達成にもなりますけれども、はい、その点いかがですか、300勝というのは？でもそこはあまり気にせず、はい、いっそいっそ一着目指したいなと思います。はい、そして今節は地元での G1 キューポラ杯ですけれども、そのキューポラ杯のイメージというのはいかがですかね？そうですね、まあ、夏場はあまり好きじゃないですけど、ナイターなので、そんな悪いイメージはないと思います。まあ、前節からもうずっと好調キープされてますけれども、はい、今節は何を目標に走りますかね？そうですね、まあ、やっぱり地元の記念で優勝したいっていう気持ちがあるので、まずはしっかり予選突破して優勝戦に乗りたいなと思います。皆さん待ってると思います。はい、で今節エンジン状態いかがですかね？まあ、まだこれから練習してみてっていう感じですね。はい、タイヤはいいタイヤありますか？ちょっと最近跳ねやすいので、まあ、ちょっと しっかりしたタイヤを探したいと思います。スタートの切れ直近いかがですかね？まあ、普通ですかね。はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、今節も一着目指して頑張ります。最終日まで応援よろしくお願いします。
前節地元では一級者になってから準優勝と検討されましたけれども、いかがでしたか。はいはい、そうですね、前初の一級者で不安もたくさんあって、すごい緊張した一節だったなって思います。はい、それでも皆さんの期待に応えるような走りができたんじゃないですかね。はい、そうですね、ちょっと2日目スタート失敗だったり、ちょっと危険なレースがあったんですけど、なんとか最後優勝戦まで残れたんで、自分の中では悪くない一節感だったと思います。はい、前節はエンジンいかがでしたかね。そうですね、エンジンは細かいパーツをちょっといろいろ変えながら、ちょっと自分的には物足りなさをちょっと感じてましたね。はい、今節はどう整備されていきますか。そうですね、このままでもちょっとセッティングやってもあんまり反応なかったので、ちょっとシリンダーを変えてちょっと動きを見て、でそれでもダメなようなら、2級車で使ってたヘッドとかもあるので、その辺をちょっと入れて、動きを見てみたいと思います。はい、今節はどんなスタート切りたいですかね。そうですね、1級車上がって初めての G1 ということで、そうですね、前節の反省を生かしながら最初からいいスタートを切りたいですね。はい、はい、タイヤはいいタイヤありますか。タイヤはそうですね、いいタイヤはあるので、はい、そこは大丈夫だと思います。はい、はい、それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、一級車上がって初めての、キュープラハイ G1 なので、今すごいワクワクしてます。一節間、前節の、反省を生かしながら、今度は笑って一節間終わりたいと思いますので、たくさんの応援をよろしくお願いします。前節伊勢崎のナイターでしたけれども、振り返ってみていかがでしたか。はい、優勝戦まで勝ち進むことできたんですけど、優勝戦ちょっとうまくいかなかったですね。はい、今節はキューポラハイはかなり相性のいい大会になってるかなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、自分の中ではいい成績残せてるかなと思ってるんで、はい、いいと思います。はい、2節続けて、連続優出もされていまして、最近好調をキープされていますよね。そうですね、基本的に悪くはないと思います。はい、直近エンジンいかがですか。今日ちょっと上積み狙ってクランクを変えてみたいですけど、あとは練習してみてですね。はい、はい、いいタイヤは今ありますか。もう探しながらです。はい、はい、直近スタートのキレいかがでしょうか。自分基本的にあまり速くないんですけど、悪くないとは思います。はい、最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、今節、久しぶりの勝負なんですけど、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、4選手のインタビューをご覧いただきました。中かなちゃん、その他選手情報ありますか。はい、その他にもですね、2人の選手にお話を聞いてきました。はい、まず1人目がですね、鈴木博一選手。前節川口のレースでですね、優勝を果たしまして、その前の節でもですね、優勝して2節連続で優勝されています。はい、やっぱり好調の秘訣はですね、エンジンがすごくいいということで、後半になればなるほどすごく乗りやすくていいということでした。はい、そして2人目がですね、神和田匠選手。はい、前節優勝までされているんですけれども、優勝戦はエンジンがあまり良くなかったということで、今節もいろいろ考えて整備するというふうにおっしゃっていました。はい、ぜひこの2人の選手に注目していただければなと思います。はい、鈴木博一選手は明日2レース、神和田匠選手は1レースに登場です。さあ、中かなちゃん、続いては、はい、中かなのここに注目のコーナーです。はい、今回はどんな内容でしょうか。はい、今回はですね、いよいよキューポラハイが始まるということでですね、はい、過去3年間の優勝戦を含めたレースを振り返っていきたいと思います。はい、さあ、まずは、はい、こちらがですね、2020年8月30日に行われました優勝戦です。10メートルオープンで行われまして、1番人気が鈴木圭一郎選手、そして2番人気が優勝した早川聖太郎選手となっています。はい、地元からはですね、2号車の森谷隼人選手、そして1号車の岩田博臣選手の出走となりました。森谷選手が今3番手ぐらいにつけていますけれども、前節地元でおよそ6年半ぶりの優勝を果たして、その好調をキープしたままキューポラハイに挑まれたような形になります。はい、G1 初優勝を狙う一戦となりました。そして圭一郎選手もですね、今だんだんと前に上がってきているような感じになってます。8号車ですね。圭一郎選手は前節地元
ートで完全優勝を果たしておりまして、消音用に実績のあるヘッドを使って、まあ、挑まれたということだったんですけれども、これもまたかなりね気合が入る一戦になったんじゃないですかね。まあ、なんといっても、まあ、優勝した早川聖太郎選手が今着々と番手を上げてきていますけれども、上げてきてますね。いやこれ痺れますよね。でもなかなかこう入ろうとして入れないみたいな感じで、聖太郎選手は8度の記念制覇のうち5回が全てナイターだったということで、はい、ナイターとすごい相性がねいいんですね。そうですね。たここ、はい、木村選手の力、あ、はい、多少、ね、2番手になりましたけど、はい、多少の G1 制覇はこれが初めてだったということで、まあ、過去3回キューポラ杯は準優勝とかなりこう悔しい思いをした大会だったということなんですが、まあ、これで悔しさをね晴らすことができたんじゃないでしょうか。でここで先頭上がりましたね。いやー、しまった。3号車岡村選手はもうそのまま2着ということになりましたね。2着ということでゴールとなりました、はい、続いてがですね2021年8月29日の優勝戦 10m オープンで行われました。さあスタート切っていったのがですね、黒川恭介選手と小林瑞希選手ということで、ここ地元勢の戦いになりますね。で瑞希選手が先頭に立ちますけれども、水木選手は G1 での優勝はこれで2回目だったということで、前回の優勝では優勝をしてた、まあ、今回このレースは地元での G1 ということもあってかなりこう気合の入るレースだったと思うんですけれども、ご自身振り返って、まあ、緊張してペース上げられなかったなんて今日おっしゃってましたね。で、まあ、結構な人気に押された青山選手なんですけど、なかなかね番手を上げられずにこうもどかしいような感じにも見えますね。今回優勝した慶一郎選手は前日まであまりエンジン良くなかったみたいなんですけれども、前日に下回りをばらしたりとか大きな点検したりと大きく整備したことが、まあ、上向いたというふうにおっしゃっていますね。もうこれもう3番手までつけてますからね。慶一郎選手意外にこう過去にフライングなどであまり相性の良くない大会がこのキューポラ杯だったと、はい、いうことなんですけれども、そのイメージもねもうこれで、うん、さらになりますね。払拭された感じですよね。さあ三つぐ選手の、はい、ことを狙って外から行くのかな。先頭は4番小林瑞希、そしてようやく4番手に青山が入ってくるも、内から内から行って瑞希選手のところまでこうね続くような感じになるんですけど、ここ32期の同期の戦いということで期待決戦、もう最後こう瑞希に負けられないと思って隙があれば絶対入ろうと思ってたということなんですけど、やっぱ地元の G1 ということもあって瑞希選手もね、まあ、そうです最後の一周ということもあって粘りたかったと思うんですが、でもその後の地元の G1 で優勝されてますから、きっとこれが糧になったんだと思います。はい、はい、ということでこちらがですね2022年の、キューポラ杯振り返っていきたいと思います、はい、優勝したのが早川聖太郎選手でして、こちらが1レース開幕戦となりますね。聖太郎選手は思想 3.36 の2番時計、そして1番人気に押されました。もう聖太郎選手前節川口の日中開催で優勝していまして、まあ突き抜けていい状態ではなかったそうなんですけれども、まあただこの時1レースっていうこともありますけど、ナイター開催でソウル温度が58度、そうなんですよね、ソウルナイターでですよ、1レースしかも6月なのにっていう、それで追っていけなかったっていうのもあるんでしょうね。
はい、ここは4着という結果ですね、はいはい、続いてがですねこちら2日目になります。1日目は1レース2日目は8レースなので、はい、マッサージ自体は、はい、もう落ち着いた感じではあるとは思うんですけど、8号車での出走ですね、はい、初日に比べたらこう中間から先が出て良くなったというふうに早川選手おっしゃっていましたけれども、これすごいなって思うのがこう後半になってあと1周ですけどこう人を抜いていくのがすごいなと思って、やっぱ走路が暑いと後半にかけてタイヤ滑っちゃったりしてなかなかね難しいと思うんですけれども、最後のこの追い上げがすごいかっこよかったですね、はい、この8レースは走路温度48度となっていました。3着という結果でしたね、早川選手、はい、続いては、はい、こちらが3日目です。準々決勝 A ですね、9レースです、はい、早川選手は8号車で出走となりました。試走 3.33 の一番時計でしたけれども、手前が弱くてあまり仕掛けるまでいかなかったということですね、まあ、ただここでね、すごいなって思ったのが掛川選手、はい、ね、もう今先頭に立ってますけれどもスタート02で切っていて、やっぱり夏男ですよね。掛川選手といえばもうキューポラ、うん、そう皆さんね同じこと思うと思うんですけど、この時もエンジン120点満点だったということで、そこまで納得の仕上がりだったわけですね。後続話してますからね、早川選手は、4着となりましたね。4日目です。さあ4日目、こちらが準決勝戦です。9レースに登場です、はい、8号車での出走となりました。いやこの時も出走 3.33 で1番時計2番人気に押されていた早川選手なんですけれども、さあ仕掛けモードに入っている、ここで2番手の阿部剛に並んでくる早川、もう早いですよね、もう2番手に上がっていて、やっぱりこう準決勝戦ということで2番手までが次の日の優勝戦に乗れるので2番手争いは熾烈になってきますよね。早川選手この日が40歳の誕生日だったっていうことなんですけれども、まあ、40歳の誕生日でしっかりと次の日の優勝戦の切符を手にするっていうのもまたねすごいなって思うところですね。持ってますね、持ってますね、2着でゴールとなりました。ラストです。ラストこちらが昨年の優勝戦です、はい、いやこちらが6号車で早川選手出走となるんですけれども、まずスタート切っていたのがゼロ戦から高石選手、そして、10メートル戦から泉田選手、こちらどちらも川口の選手ということですけれども、こちらのレースも次の日から走路回収ということでですね、走路回収前最後のレースということもあって、やっぱり地元の選手にとっては思いの入るね一戦だったのかなというふうには思うんですけれどもね、間違いないと思います、うん、その泉田選手今先頭に立とうとしてここから入ってきますけれども、記念初優出だったということですね。ここで先頭に立つかな、立ちました、うんうん、一度でも先頭に立てるとは思ってなかったということで、まあ、結果的に3着までは粘りたかったということですけれども、これがねいい成長にの種にねきっとなるんでしょうね、うん、さあそして、まあ、今回優勝した早川聖太郎選手ですけれども、この卒の動きあまり良くなかったということで優勝できると思ってなかったと思うんですけど、まあ、スタートいけなくてもエンジンが良くてすごく追っていけましたということですね。今泉田選手内からさばいて先頭に立ちました、うんうん、この後ね7号車の永井選手の、ね、追い上げも、ね、かなり見応えがあるんですよ。本当そうですよね、まだまだ勝負はわからない、本場でのこう皆さんの歓声っていうのもね響き渡ってるなというふうに、永井選手だって序盤6番手ぐらいから追い上げてきてここまで来てるということですもんね、まあ、ただ早川選手は前の日が40歳の誕生日でこう優勝したことで1日遅れの誕生日プレゼントになったということですけど、
っぱり実力とか努力とかもあると思うんですが、バースデー節に優勝できるっていうのが、はい、いやなんか打ってるなって思いますよね。やっぱり運を味方に、ね、つけていくのがこのスター選手ならではのところなのかもしれないですね。かもしれないですね。はい、ということで昨年は早川誠太郎選手が優勝となりました。はい、来月の地元の SG オートレースグランプリに、まさに、はい、もった3年のキューポラ杯振り返りましたが、明日からのキューポラ杯も楽しみになりましたね。そうですね、やっぱり G1 ということもあって、うん、はい、あのお客さんの声援もすごいですし、盛り上がりがすごいですね。うん、ぜひ皆さんね、暑いと思うので、はい、熱中症対策を万全にして本場に足をお運びいただけたらと思います。はい、さあそしてですね、明日誕生日の選手がいるんですよね。そうなんです、はい、あの今節ですね、はい、今節中に節です、ね、そう誕生日の選手がですね、大木光選手と、はい、鈴木清志選手、鈴木清志選手が7月15日、はい、大木光選手が7月16日となっておりますので、ぜひね皆さん祝ってください。はい、今節誕生日を迎えるということで、はい、応援してください。はい、ここまで中かなちゃんこと中野かな子さんとお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。